エイプリルフールですね、一昨日ありましてですね、エイプリルフールの毎年毎年ですね、つぶらいプロがですね、愉快な SNS をですね、ウルトラマンシリーズの宇宙人が作ってる SNS っていうのを公開してくれたんですけど、今年やっぱり一番評判になったのはシンゴジラのサイトの、ゴジラ対エヴァンゲリオンっていうやつですよね。で、前田真宏先生っていうですね、悪ふざけのを頼んだら大体引き受けてくれるですね人がいてですね、前田真宏先生がゴジラ対エヴァンゲリオンの絵を描いたんですけども、もう本当にそんなことをやってる暇があったらですよねまずゴジラを本当に間に合うのかと、今劇場で流れてるやつを見たらですね、はっきり言ってあんまり面白いそうに見えないんですね。なんかみんなが逃げる惑うのもカメラを動かしてそれっぽく見せてるんですけども、もう僕らはクローバーフィールドとかですね、ああいうの見ちゃってるわけなんですね。逃げるところでですね、あんなに騒ぎ声が起きてるのがリアルにあんま見えないんですよね。怪獣が出てきてそれをうわーって逃げるときに人間はうわーって声を出すのかっていうとそうじゃない。コミケとかワンフェスの入場の時ってものすごいみんな無言で、足音だけがすごくて、足音だけが地鳴りのようになってますよね。でその方がもちろん逃げ惑うんだから声は出てるのかも分かんないんだけども、僕らが見てる群衆の移動としてはなんかリアルな感じがするんですけどね。そろそろ予告編切り替わる頃で、あれは本編で使われるかどうかも分かんないやつだと思うんでですね、そっちを見てからにしたいと思うんですけども、なんかそのもう4月に入ってですね、7月公開のシンゴジラのですね映像が出ないんでちょっと不安になってきてる。スターウォーズも12月公開で9月ぐらいにはかなり映像が出てきて、秘密主義といってもですね、期待盛り上げようと思ったらやっぱり出せるものはあるはずなんでですね、ちょっと不安ですね。であとはそのエヴァンゲリオンがもう今年の公開無理でしょうから、年末公開とか無理でしょうから、まあ来年の公開になるんでしょうけども、そろそろなんか結論出してほしいなとですね思っちゃいますよね。この間久しぶりにエヴァをちょっと気が向いて見返してみたんですけども、もうね正直今賞味期限ギリギリって言ったら失礼なんですけども、セリフのですね、例えばどういうつもりだとか、予算はどうなってると思うんだとか、間に合うのかみたいなことを言ってるゼーレの人が言ってて、それに対して玄道さんが答えてるシーンとかをですね、まあ飛ばし飛ばし見てたらですね、放送当時すごくかっこよく見えたいわゆる漢字だらけのセリフですよね、漢字だらけで思わせぶりのセリフがですね、なんかすごく薄く見えてきてですね、やっぱりエヴァンゲリオンってアニメすごい偉大だったんですけど、ポストエヴァとしてですね、エヴァ以降の作品として、例えばさっきの進撃の巨人があり、例えばマドカマギカがありっていう風なものを見てしまうと、今の劇場版のリメイクしてるエヴァンゲリオンっていうのが徐々になんか当たり前のことをやってる感じがするんで、だからより意外なことをやらなきゃいけないというね、なんかすごいしんどいループに入っているような気がしてるんですね。そろそろもう本当に完結編を作っちゃって、スタッフは新しいことをやってほしいなとマジで思います。庵野くんも俺より2つ下だったと思うから今年で56歳なんですよ。なのでシン・ゴジラが56歳の時の映画で、でエヴァンゲリオンの完結編を60歳までに作れるかどうかだと思うんで、もう本当にここからはもちろんマッドマックスのジョージ・ミラーみたいに80になっても監督するみたいな手もあるんですけども、おのずとね日本人ですから体力の限界もあると思うんで、生涯あとマジで2作品ぐらいだと思うんですよね。宮崎駿みたいな化け物はいますけども、マジで2作品ぐらいだと思うんですね。そろそろエヴァは終わらせて次の作品やってほしいなと、ちょっと今回ですねゴジラ対エヴァンゲリオンを見たらですね、別にあれに庵野くんやメインスタッフがかかってるとは思わないんですけども、遊ぶのはいいからそろそろ真面目に仕事しようねっていうふうに思いましたエヴァ終わったらナウシカ2やってほしいな。ね、10年前だったらねナウシカ2やってほしいと思ったんですけども、もうねナウシカ2はね他の人でもいいと思うんですけどね、庵野秀明がやるべきは何なんだろうな。ゴジラもできたわけですよね。でエヴァを終わらせたら次は何なんだろうかな。宇宙戦艦ヤマトはもう他の人にやられてしまって、ウルトラマンはまあエヴァでやったと。
いうんですよね。まあエヴァンゲリオンっていうのがウルトラマンをものすごい真面目にリメイク、庵野秀明がリメイクしたものだっていうのに僕は考えているんで、じゃあ残るのは仮面ライダーぐらいしかないな。仮面ライダーを庵野秀明が真面目に作るとどうなるんだろうね。でもね、かなりの狙ってた部分、昔二十歳ぐらいの頃に庵野くんと話してた仮面ライダーはこう作れば面白いよねっていうのは、江川達也のラストマンで割とやられてしまったところがあるんでみんな考えることは同じだよね。マジンガーとかじゃないと思う。デビルマンはエヴァの中にテイスト入れたからもう消化済み、デビルマンのテイストを入れてそこにバスタードっていう漫画のこうスパイスを足すことはエヴァでやったから、庵野くんがまだ落とし前つけてないのってサンダーバードと仮面ライダーだけなんじゃないのかな。合わせて一本できないもんかね。国際救助隊っていうのがあって全世界に怪人が現れたらはいパパって言って5人の兄弟がそれぞれ変身してバイクで蹴るっていう世にも変なものはできないもんかな。無茶な組み合わせ、そうですね、うん、変身しない仮面ライダーっていうのはあるかもしれないね。仮面ライダーって漫画版ではですね、変身って言ってもですね、元々の顔が改造手術を受けてるんで、そんなに人間っぽくないというかですね、人間なんだけど縫い目がうっすら残ってる。でそれが、ショッカーとの戦いの時に興奮して、で手術痕が見えて、それが見にくいのでマスクをかぶるっていう設定になっててですね、そこら辺のその石ノ森章太郎の原作のですね、ゾクゾクするようなリアル感っていうのかな、多分それはアルフレッド・ベスターのトラヨトラヨって SF 小説とかそこら辺からアイデアを持ってきたんだと思うんですけど、なんかそれをどうやって少年向けのヒーローものにするのかっていう、この辺はなんかすごく面白いんでですね、やればいいんじゃ、今仮面ライダーに落とし前つければいいんじゃないのかなというふうに思いますね。庵野と同じく俺様型の作家というのがいるんですね、具体名で言うとですね、永井豪とかですね、松本零士です。でこういうふうな人たちの特徴は老境に入るとですね、具体的に言うと60歳を目の前にしてですね、活力がなくなると、俺様が作った世界はもともと一つだったというふうに言いたがるんですね。だからバイオレンスジャックもデビルマンも全部一つだったとかですね、あとはなんか銀河鉄道999も宇宙戦艦ヤマトも全部一つだったというのと同じようにですね、庵野くんももう60を目の前にしてですね、世界のまとめに入っちゃったんですよね。で、ああお前なんかその病気になっちゃったのかと。確かにゴジラをシンゴジラというふうに言って、ゴジラ対エヴァンゲリオンのキャンペーンするのはそのためだ。実はあのゴジラっていうのはエヴァンゲリオンの第0話だっていう風にすれば、庵野作品のつじつまが全て合うんですけども、そんな風にしてですね、ゴジラをレイプされたゴジラファンとしてはたまったもんじゃねえなと思ってですね、分かった、面白かったから今回1回は許すけども、もうするなと、次はウルトラマンやってろという風に俺は思います。この新シリーズっていうのはですね、ウルトラマンで終わるとは思えない。新宇宙戦艦ヤマト、新仮面ライダー、新少女革命ウテナっていうですね、なんかね、その路線に続いていきそうな、庵野の老後はこれで楽しく過ぎていくんではないかなっていう。これらの作品ですね、実は宇宙戦艦ヤマトも仮面ライダーも、あの少女革命ウテナも、今言ったようなですね、実は世界に通用するような政治的なメッセージが付加できて、全てが国際的な賞が狙えるような作り方ができていると。ここら辺ですね、ビジネスに関しては大変ですね、目の付けどころが厳しいというかですね、やり手のですね、カラーとしてもですね、狙いたいところではないでしょうかというふうに思います。でもね、全部岡田の妄想なんでしょ。そうっすね、はい、全部僕の妄想なんですけど、ごめんなさい、タオル君も一緒に謝ってくれ。もうあのコメント欄ではですね、新しいシンは何だろうっていうやつです、シンベルサイのバラって、そんなはずねえよ。庵野くんってもう60過ぎてるんですけどもですね、
こんなに老後が幸せそうなですね、映像作家僕は見たことないんですね。押井守も富野由悠季も宮崎駿もですね、別に60超えて幸せそうに作品撮ってないんですよ。みんな苦しそうに苦しそうに撮ってるんですけど、それはみんな年取りにつれて物を作るハードルが上がってるんですけども、庵野秀明って日本の映像作家では珍しくですね、55歳以降というか、まあ新エヴァ以降ですね、新エヴァも含めてかな、ハードルを下げることに成功したんですよ。だってそんな惑星大戦争の音楽とかさよならジュピターの音楽がクライマックスにかかる新エヴァなんてやっぱ誰も予想できなかったし、でその後やる作品が新ウルトラマンと新仮面ライダーで、その後も多分そういう路線のはずなんですよ。もし権利とか許されるんだったら新サンダーバードもやりたいはずだし、新宇宙戦艦ヤマトもやりたいはずだと思うんですけども、こんなにね老後60過ぎてからですね、好きな作品ばっかりですねやってるやつ僕は見たことがないんで、いや本当に良かったなと。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。